どうも、ゼロ一ゼロコーヒーチャンネルです。アーマードコア6続きをやっていきたいと思います。ミッションですね。移動型砲台破壊、グリッド13が相当。最初に2つあるのはお約束なのかな？敵殲滅、目標破壊。こっちの方が簡単そうな気がするが、報酬はこっちがいい。まあ、まずは肩慣らしっすかね。ブリーフィング仕事だ。はい。生涯企業勢力の一つアーキバスグループから工事が出ている。工事？独立傭兵各位、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。作戦地点はベリウス南部グリッド135。目標は当社と競合関係にあるベイラム系列企業ダーフォンの MT 部隊殲滅です。ダーフォン当社はグリッド135を汚染市街の調査採掘における共闘歩と位置づけています。コーラル調査における優勢を確保するには独立傭兵各位の協力が不可欠。アーキバスグループはその奮闘に期待しています。ブリーフィングは以上です。あ、結構あっさりブリーフィングですね。アセンブルは大丈夫。機体データ何個か入れとけるんですね。プリセット、これ初期機体がね。出撃。身分は手に入れた。次は実績作りだ。仕事だ。行くぞ621。はい。いやあ、すごい。かっこいい。メインシステム戦闘モード起動。はい。ミッション開始だ。ダーフォンの MT 部隊を殲滅しろ。あ、今スキャンしたのに。おそらくアーキバスグループの雇用戦略。あとはベスパーでないならやりようはある。向かい撃つぞ。敵は量産型の MT だ。排除しろ621。あ、ほら、はいはい。あんまりスキャンに反応しない気がするけど、あれか、スキャン範囲か。なるほどね。この AC のになかなかやる。攻撃だろう。こう見えても子さんなのだよ。はいはい。独立傭兵がここまでやるのか。全部やった。当たりを引いたか。当たり。目標残りわずかだ。どこ、あと、あ、いたいた。いっぱいいる。はいはい。待て621。あ、新たな敵へ。新たな敵へ。落としてもいいのかな。新たな出来へ。うわ、危ない、危ない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 、あれ、あ、あっちの危ねえ。飛んでるやつうるさい。ハエから、ハエから落としたい。あ、盾持ちかよ。ありゃい、よいしょ。いけるか、あと1機。あー、燃料切れ。くそ、やばいやばい、この俺が沈む。くそ、手こずっている。殲滅か。敵 MT 部隊の殲滅を確認した。ちょっと手間取ったな。仕事は終わりだ。起動しろ。
はい、帰る帰る。うまくやったらもっと造園が来たかな。最初だからないか。まあ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 、こんなもんでしょう。ノティフィケーション。傭兵支援システムオールマインドよりお知らせします。登録番号 RB23、 識別名レイブン、あなたの傭兵活動再開が確認されました。はい。パーツショップの利用権限を復旧します。あ、そっか、ショップ使ってなかったか。 OK、 ショップ見てみましょう。バーストライフ、チャージにバースト射撃に切り替えられる。テストで持ってたのこれかな。 AC が持ってたの。ハンドガン、ハンドガンはどうなんだろう、猛威を振るっているのかな。バズーカ、あんまりねバズーカ使いこなしたことないんだよね。左手武器、あ、ダーホンはあれね、漢字ね、シャンジー、シャンゲー。ダーホンはなんか大アルゼブラ感があるな。これはデュアルミサイル、パルスシールド。あ、これねトレーラーであったね、パルスシールドだよな。守りはな、せめてなんぼだよな。お金足りる、お金、あ、まあまあ買える。あ、かっこいい、 AC っぽい。あ、これ昔見たことあるぞ。あ、これも見たことある。あ、これかっこいいね、これ買いたいけど。シュナイダー、シュナイダーで揃えたいな。あ、コアは買えないね。わ、ダーホンいいね、ダーホンもいいな。あ、これはミラージュっぽいね。あ、シュナイダーは軽量ですね。打たれ弱いね絶対これ。ダーホンはバンツァーっぽいね。あ、これ絶対軽いね。これバンツァーでしょこれ。ああ、これもミラージュですね。ストライ、ん、ストライダーズだっけ。あ、もう4で見たなこれ。いいね。ああ、まあどこ、歴史を感じるな。なんかブースター、ブースター不足してないよね。ジェネレーターかな。輪体、輪体、エネルギー容量減ってるけど出力も減ってる。ダメだ減ったら。アサルトライフル両手持ちってどうなんだろうな。サーベル使うしな。左肩ですかね。両肩ミサイルにしたいね。小型二連装ミサイル、これいいぞ。これ買おう。弾台がかさんじゃうけど、こうしよう。あ、これ避けにくいね。よし、テストしましょう、ね、LR ボタンを使いこなさないといけないね。4脚やっておきますか。あー、間違った、間違った、間違った。うっ、あー、チェーンガンか。ここくらい。あ、近すぎると当たらん。はいはい、いまいち、いまいちでした。いや、 MT 硬すぎひ、いや、 MT 硬すぎる。ちょっと、なんか弾弾かれてない。いける、そう、ここ OK、 当たり込む、ここ。あー、エネルギー足りない。いやー、ちょっとダメですね。まあまあ、でもでもでも、だいぶ火力が上がりましたよ。そしたら、トレーニングやってからミッションいきますか。戦闘基礎、チャージ攻撃、AC 負荷とスタッカー、直撃、負荷残留性が難しいね、結構。
攻撃ちょっとイニシャルが難しそう。戦闘モード起動って言ってくれないかな。チャージ可能な武器では長押しでチャージね。あ、機体がかっこよくなっている。右手かな。あ、これだ。これチャージされてた。 ACS 負荷とスタッカー。あ、黄色ゲージを貯めていくのがやっぱり基本戦術ですね。ああ、ちょっと待って。スタッカー状態では全て直撃扱いとなり、与えるダメージが大きく上昇。はい、なるほど。あ、チャージライフいいね。結構負荷残留、爆発による衝撃は残りやすい。ミサイルの方が残りやすいというか。これ強い。結構これは盾か。うわー、かっこいい。先制攻撃、先制攻撃そびれたな。シールド防御、はい、これね。ああ、避けた。いや、食らってね。ああ、ちょっと軽減するってことね。なるほど。シールド展開しながらも撃てる。あ、嘘攻撃予兆とインジュラルカード 1,2 秒後が最大する。マジで 1,2 1,2。 なるほど、割れたシールド壊れてるよ。あ、シールドがオーバーヒート中や。ほいや、弾かれてるよね。よくないね今の戦い方は。次はアサルトブースに強襲。何？アサルトブーストによる突撃中は移動が止まらない消火器では攻撃力が上乗せ、避難時の衝撃を軽減。マジで？ああ、飛びちゃった。ほら全然できてない。止まっちゃうんだけど。かっこよかった今の。今のちょっとかっこよかったよ。リニアライフル、カーティス。あ、辛さはさすがにないかな。ベイラムの回数、速射型リニアライフル。チャージの弾速補助、あ、今使ってたやつかな。今使ってたやつか。攻撃力は上がるが相談数が下がる。当ててかないといけないね。いやでもいいでしょう。これセーブって勝手にされてんのかな。よし、行きましょう。移動型砲台破壊、あ、できるのねこれも。 6-2-1 仕事だ。おっす。ルビコン進駐を行った政外企業勢力の一つ、ベイラムグループから工事が出ている。
兵の諸君、ベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼を講じする。あれルビコン解放戦線が汚染市街にボース製の移設型砲台を配備した。あの市街自体に価値はないが、コーラル調査領域を拡大するには抑える必要がある。あ、今トレーニングしたやつやな。野心ある諸君、解放戦線の砲台を全て破壊せよ。 OK、 我々は MT 撃破に対しても追加報酬を用意した。可能な限り敵方の戦力を削いでもらおう。これは諸君らにとって手堅く実績を作る好機だ。奮闘を期待する。急日本軍っぽいね。いきましょう。不特定多数に向けたばらまき依頼だ。あ、そうなの。肩慣らしには悪くない。ウォルター、ちゃんといい仕事持ってきてよ。メインシステム戦闘モード起動。 OK、 ミッション開始だ。うわ、白質のやつが出てる。砲台ね。もういきなりアサルトしていいかな。企業の傭兵が来たぞ。もう情報が流れたのか。ミピサというやつだね。あ、ヘリはあれか、追加報酬じゃねえな。持ってきましょう MT。 あ、よいしょよいしょ。そうね、もう当然防衛ラインが敷かれてますわな。そこ見えたな。誰が目標の砲台だ。正面は装甲で守られている。背後に回れ。戦闘配備して迎撃するぞ。相手は短期だ。あ、待って、ヘリ邪魔。よいしょ。あ、引っかかった。デスフロムアバーブ。ここは片付いた。次の地点に向かえ。621 MT、 MT どこ。 MT、 よいしょよいしょ。あ、排除します。よっこらせい。はい、最後の地点。どうかん。順調に片付いてきている。順調。はい、あいたたたたた。このほら、あーとくっそ。ちくしょう。よいしょ、いい当たり。マルチロックしてる。当たってなくね。なんか撃たれてる。よいしょ、よっこらせ。あ、なんかいる、なんかいるぞ。今狙われてたね、あいつか。あれだね、アサルトブースト中はチャージできないね。うわ、痛い。あぶね。この一帯にある砲台を破壊すれば仕事は終わりだ。いけるか。あー、足りなかった、足りなかったが。うースタッキング。どこどこ。あ、まだいるのか、そこに。やばい、エネルギー切れが。いきますよ。見てるやないかい、こっち。そいや、あー、もったいない。よっこらせ。あ、いったー。どこどこ。そこか。
こなくそ。くそー、情けないリペアキットに頼るとは。ほら、ここにもなんかいたね。当たってない。くそ。ほら、あー、ミスった。この野郎。あら、お前もいただきじゃ。のっからせー。目標砲台の全機破壊を確認した。621。起動する。追加報酬は？追加報酬いらないの？撃たれてる撃たれてる。いくらだ追加報酬？62000。あ、いいんじゃない？いいじゃん。いい働きしたぞ。登録番号 RB23、 識別名レイブン、あなたの実績情報が更新されました。ランクが上がるのかな。これよりあなたにはログハントプログラムへの参加権限が付与されます。我々の指定する対象機体を撃破した際はその戦闘ログを送信ください。ん？参加者には送信件数に応じてパーツ提供が行われます。ふるってご参加ください。アリーナじゃないよな。対象アイコンが表示されている敵を発見し撃破するとログが獲得。ハンタークラス賞金首みたいな感じか。お、新パーツが出たかな。ジェネレーターがなー。ミサイル特化路線確定以降。これいいか。これ買うか。これ買いましょう。で、付け替えます。だいぶ上がるよね、これで。エネルギー消費も増えるかなー。で、売ればいいね。マシンガンいらないよね。ブースター、これも。あ、初期パーツは売れない。はいはい。バズーカ試してみたいけどなー。今戦闘力足りてるもんね。あ、レーダー性能別に関係ない。頭なんだ。システム復元性能って何。姿勢安定とシステム復元。これ性能いいね。さすがレッドアイ。重量突破これだね。これいいね。これにしてみましょう。頭を。このデザインは最高に好きだけどね。性能に振りましょう。ってなるとこのカラーリングは違うよね。オレンジじゃないよね。初代っぽいよな。初代 AC っぽいよね。こんなもんですよね。じゃあ行きましょう。一個。輸送ヘリ破壊。ルビコン解放戦線の物質輸送ヘリ全破壊。ダーホン革新。ダーホン革新？工業集団の導入者テスター AC の撃破。AC 相手はまだ早いような気もするが、行ってみるか。いけなくはないんじゃないか。これ行ってみましょう。621、仕事だ。アーキバスグループから工事が出ている。また工事かい。独立傭兵各位、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。我々と敵対関係にあるベイラム系列企業ダーフォンがテスター AC を導入しました。うん。外部アーキテクトへの委託によりアセンブル最適化を施したテスター AC は熟練のパイロットに渡れば無視できない脅威となります。あ、そうなんだ。そこで依頼です。当該機体の輸送を狙いこれを撃破していただきたい。アーキバスグループは各位の奮闘に期待しています。テスト AC を撃破するんじゃなくてブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。輸送中の AC を撃破するのね。絶対パイロット乗ってるよな。相手は指揮をサンプルとはいえ AC には変わりない。ですよね。絶対乗ってるよ。気を引き締めていけ621。大丈夫です。こういうミッションやったことあります。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。目標を捕捉した。621、仕掛ける攻撃だ。 OK。 アサルトアーマーみたいなのないのかな。あそこか。行くぜ。あ、足りない足りないあ、乗ってる。ほら、やっぱり相手は輸送にアサインされた訓練生に過ぎ。だが油断
ほら、あ、くそ。ほら。G お前は。まあ訓練生ごときには負けませんよ。おお。ほら。そこ。あ、なかなか。ほら。ほら。あら。スタッキングできなかったな。ほら、あ、くそ。やりよる。お、グレード装備ですか。はいはい、やったー、かっこいい。はい、お前は強かったよ。半分持ってかれたな。あ、なに？報酬加算？なんかあった？ログアントプログラム。なんかいた？なんか探せばよかったかな。621、お前が撃破したテスター AC だが、あれはベイラム専属 AC 部隊、レッドガンに届けられるものだったようだ。ほうほう。レッドガンはベイラムの主力。所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ。え、目つけられたんじゃないの？大丈夫？パーツは増えてない。セーブは勝手にされてるのかな。輸送後ヘリア行きましょう。今日はここまでかな。これやったらおしまいかな。仕事だ。メイラムグループから依頼が入っている。お、依頼来たぞ。独立傭兵レイブン、これはベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼だ。呼び捨て。我が方はこの度ルビコン解放戦線に対して武力制裁を加えることを決定した。目標は連中の補給物資を搭載した輸送ヘリ数機、これを撃破する。ゲリラ部隊による抵抗が予想されるが、所詮はボース社の量産 MT、 その寄せ集めに過ぎ。独立傭兵レイブン、前回の働きで貴様は一定の実力を示した。認めてもらった。モチールに足る傭兵であることを再び示してみせろ。偉そう。バーラム偉そうだね。オッケー。名指しの依頼が入ったな。名前が売れてきましたよ。この調子で実績を積み上げていけ。しかし私はなぜ密航したんだろうな。教えてくれねえな。メインシステム戦闘モード起動。よし、ガンガン行きましょう。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。気づかれずに行ったら先制できたよね。あ、それか。静かに行きましょう。はいよー。はいはい。あ、開けないな。あっちか。あれだ、やれ。すきあい、あ、いた。あ、いや、上になんかいるな。うわ、しまった。なんか後ろにもいるぞ。砲台か。ナムさん。はいよ。目標の破壊を確認した。いって。マンナーム。あそこになんかいるな。
あ、崩せなかった。あとは、お、あれ？チェックポイントか。相手が AC では分が悪い。臆病な。我々はコーラルと共にある。そこか。コースの四脚隊が混ざっているな。うん。これまでの MT と性能が違う。だよな。無理に相手をする必要はない。いや、賞金首だろ。あちょー。4脚いた。うわ、なんか狙われてる。うわあ4脚は俺がやる。うわ何、うわやばいやばい、死ぬ死ぬ。4脚強すぎるやろ。来た。ほら行きますよ。そこ、ほら、あーやりきらなかった、削りきらなかったぞ。あとちょっと、玉切れ。そこ、あ、くそ。いい、やっつけた。くそ。くそ、でも死にそうです。ラグナン。あとは、あとヘリだけよね。どうだー、よし、やりました。すべてやりました。6、2、1、仕事は終わりだ。ギリギリの戦いでした。オーバードブーストがあれだね、画面が向いてる方に行くんだね。あ、報酬追加、美味しいけど破損台がえぐい。あ、なんかハントしたんだ。テスター AC もハント対象か。ん、なんだ、どうした。いつ以来だ、ハントラー・ウォルター。メイシーが、貴様の猟犬にはクソほどに栄養を飲まされた。よくも抜け抜けと連絡してこれたな。ミシガン、こちらの提案だが、うちの役立たずどもと同じ扱いで構わんのだな。第四世代は感情の起伏に乏しい。あいつには外からの刺激が必要だ。俺第四世代か。レッドガン？テスター石壊しちゃったよ。戻ったか、621。はい、帰ってきました。企業にとってルビコン解放戦線はコーラル調査領域を拡大するための障害となる。ルビコニアンから見ればお前の行いは侵略への加担と映るだろうが、それも仕事だ。あ、そう、なんか大きいプロジェクトの一翼を担っているのね。バズーカ試してみるかな。今結構バランスいいんだよね。あ、今回はこんなとこにしときますか。フォトモード、あ、すげえ、ここでも撮れんの最高かよ。焦点距離2だとあんま合わないんじゃない。なんか変わってる。グロー、あ、すげえ、あ、めっちゃ引きで撮れる。ここはなんだ、なんか航空機の中か。これが我が愛機か。とりあえず真正面から撮影動作。シャッターは、あ、プリントスクリーンで自分で撮れってこと。どうやって撮るの。あ、撮れました撮れました。スクショ用ね。これもいいよね、でもね。じゃあやめるのはどうしたらいいんだ。これか、セーブはされてるっぽいね。よし、じゃあ次のミッションで会いましょう。バイバイ。